両方見島を出した後半どう修正します。で、僕がアトレシコにしたい修正は、ハーフタイムだけで 変われる修正じゃないかな。奪った瞬間にアウベスのスペース狙われてますね。絶対中入ってるか上がってるから。ただね、やっぱりアウベスのそこ狙われた時のための1対1ある程度強いアラウホだと思うんですよね。奪った後のサイドバック。今433、あれ途中から442っぽい。でも動かされすぎてるからよくわかんないもんな。4411で守って、ワントップ下で動きながらサイド流れた時に1対1強いみたいな選手ね。今からあと1この選手にポジションプレー的なの言うのはあれだから、まあ、パス控えて、いや、でも控えにもそういう選手ないもんな。でも4411でジョアン・フェリックス真ん中から流れさせるかな。今だとちょっと左サイド中心でしょ？フェリックス長いボールも得意だからさ。あとカラスコは右サイドの方が怖いですかね。僕はカラスコが、三笘的なドリブル、カラスコは左サイドの方が怖いですかね。カラスコ三笘的なドリブルさせたいよね。そうなるとルマールどう使うってなるんだもんね。ルマールは逆にね、右から中入ってきた方が良さそうなプレイヤーなんだけど、やっぱ左から中入ってみたいな。まあ、532のインサイドハーフの時の方が良かったっすよね。フェラン意外と180やな。確かに176ぐらいのイメージだよね。フェラーのゼロトップポジショニングとは降りるタイミング。まあ、降りる位置が数歩低いなみたいな時ありますけどね。あとは、トップから降りていくんじゃなくて、ボランチの背中から出てって前向けるように降りた方が、ドリブルで仕掛けられる選手だから相手は怖いだろうなと思ったりしますね。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、レオザスボティビよろしくお願いします。ね、最後まで見てくれてありがとう。希望で満たしそう、洗脳と基準値しそう、気合と根性、それは根っこでもそれしか言えないのが師匠。愚者は経験から、賢者は歴史から、敵味方関係なく学べ、一から資料も